はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ガエデさんちへようこそ。今日もね、ちょっとね、怖い話をしようと思います。テレビとかネットとかで、よく見かけるような怖い話だったりしていますので、その辺は、この話知ってるなって思った方は、そういうお話なのねって思って聞いていただけたらと思います。一応ね、一つ、お話ししようかなと思うんですけど、多分もしかしたら二つぐらいになるかもしれません。その辺は、よろしくお願いします。でですね、テレビで、サンドイッチマンの伊達さんが出ていた番組で、怖い話があったんですっていう話を、話をしてたのを話します。ややこしいですね。はい。で、伊達さんのね、相方というと、富澤さんなんですけど、こいつは、すごく気持ち悪いんですよ。いろんなことが気持ち悪いんですっていう話をしてたんですね。で、彼らの地元というと仙台だったり、東北ですよね。なので、高校時代からなのかわかんないんですけど、結構富澤さんからこういうことがあったんだよっていうお話をね、聞いたりだとかしてて、実際に体験したこともあるらしいんですけど、かといって、富澤さんから、俺は霊感があるんだっていうことは、言われていないらしいです。もしかしたら、霊感があるんじゃねって思っ、ね、その伊達さんだったりが思ってるかもしれないですけど、結構ね、そういう霊にちょっかい出されることが、多いみたいです、富澤さんって。例えばっていうか、その富澤さんがバイトしていると。で、そこは駐車場で働いてて、その駐車場っていうのが、管理人室みたいなところに入って、その日、一日、500円で貸しますよっていうやつなのか、そのショッピングセンターみたいなところで、警備員っていうか誘導員みたいな感じでね、やっているのかわかんないんですけど、そういうところでバイトしてたの。で、その時に、今じゃ、車のキーで、開閉ができるじゃないですか。今はでもね、ちょっと古いのだと開閉できないのもありますけど、あと、本当に20年、30年前の車だと、ドアのところで、なんて言うんだろう。説明できないけど、こういうやつって説明しにくいんで A にしましたけど、これドアね、車のドアのところに、本当に 2,30 年前ってここにね、鍵があったんですよ。押したら鍵が閉まる。で、上にこう上げたら開けられるっていうようなボタンがあったんですよ。 2,30 年前ぐらいのね、その車って。で、そういうのがあって、で、それがね、富澤さんがふとある車をちょっと見てたんですって。そしたら、誰もいないのに、そういうボタン、開閉のボタンが
ガチャ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 ってなったと。開いたり閉まったり開いたり閉まったりしててガチャガチャやってたと。そういうのがあったんだよっていう話を聞いてて、こいつやばいと思ったらしいんですよね、その伊達さんは。で、まあしばらくして、まあ、コンビを結成して、まあ2人で同棲というか同じ部屋にね住んでいた時に、まあ2人でゲームをしてたと。でテレビを前にして、テレビに向かって、まあ2人の間に、まあ、テーブルというか、まあ、ちゃぶ台みたいなのを置いて、その上に、まあ、コーヒーを入れたカップがあったと。うん。そしたら、まあ、人によって違うのかもしれないけど、ティースプーンってあるじゃないですか。コーヒーとか、まあ、紅茶とかにお砂糖を入れてかき混ぜるようなスプーン。それを、まあ、コーヒーカップの中に入れたままにしてたと。うん。で、そしたら、ふとそのコーヒーカップを見たら、そのティースプーンが、くるりんって、2回ほど回ったんですって。うん。なにこれと思って。見間違いと思って、もう1回見たら、2回ぐらい回してたと。おいおい、富さん、今回ったぞと。何これ何これって言ったら、いや、霊が回してくれてんだよ。かき混ぜてくれてんだよっていう話を言ってて。うん。もう気にしてないようにしてたのみたいですね。で、まっちゃんは、いや、それおかしいだろうと。1回ぐらいだったら、そのテーブル、ちゃぶ台が、まあ、ちょっと傾いてて、ちょっとしたところでこうガチャンって回って、カタカタしてて、それがね、それの拍子でこうくるくる回ったんじゃないのっていう話をしてたんですけど、いや、そういうわけではないと。うん。まあ、多少のね、傾きはあったかもしれないけど、いや、俺が見たときは2回回ってたんで、うん。そのテーブルの傾きで2回回るっていうのはおかしいでしょっていう話をしてたんですね。うん。で、その後に、まあ、9年間ぐらいこう同じアパートに住んでていて、まあ、その部屋って多分2間続きの 2DK みたいなやつだと思うんですけど、まあ、それに、まあ、2人で住んでいたと。うん。で、その日はもうとても寒い日で、まあ暖房ガンガンにかけても全然温まらなかったと。ドアも開けてるはいないし、ただまあちょっとね、貧乏だったんで、そのカーテンもつけていなかったんですって。まあそういうこともあって寒いっていう部分はあったんですけど、その部屋はね、いつもよりもうすごい寒かったんで、で、芸人と、まあ、その二人、サンドイッチマンの二人以外にも、まあ、友達もいて、なんだよ、この部屋さ、ね、暖房をつけたのにも関わらず、すげえ寒いじゃんよって。もしかしたら、霊がいるんじゃねえのっていう、まあ、冗談というか、そういうことを言ってたんですって。うん。いやいや。で、そのサンドイッチマンの二人は、そんなことねえよ。まあね、9年も10年も一緒に暮らしてるんだけど、そういうことはないよっていう話を、まあ、目に見えるそういう霊障みたいなのはないよっていう話をしたんだって。で、しばらくしたら、その、富澤さんの部屋から、まあ、メールが来たと。うん。携帯の、メール着信があったと。で、富澤さんが見に行って、なんか帰ってきたら、なんかおかしいなっていう顔してたんですって。
で、どうしたんだって聞いたら、こういうのが、こういう風に書かれてたんだよねって見せてくれたのが、その送信者が、俺、いるよって書いてあったんですって。うん、書いてあった。でちょうど、その、霊がいるかいないかっていう話の時に、まあ、メールの着信があって、その文面が、いるよって書いてあったから、ドキッてして、やはりこれっていう話になったんですって。で、そのメールを送ってきた人は、まあ、富江沢さんのお友達で、その友達に、いるよって何？どういうこと？っていうふうに聞いたら、いや、お前からさ、富沢からさ、いないよって送られてきたから、いや、俺はいるよっていうふうに返しただけなんだけど、っていう話になってたんですって。で、その前に、富沢さんはその、霊がいるいないの話の時は、まあ、携帯も触ってないし、メールも送ってないんですよ。うん。なのに、いるよっていう話になってて。で、よくよく見てみると、操縦信のところの履歴って見えるじゃないですか。今はスマホでね。それも、富澤さんが、まあ、その、お友達に、こう、送信した履歴っていうのがないと。おかしいよねっていう話をしてたんですけど。怖え。怖えっていう感じですよね。まあね、まあ、そういうことって、まあないっちゃないんだけど、うん。まあ、こっちが、その、今じゃさ、その、履歴を消すことも、あるんだけど、実際に、ね、どうなんだろうね。怖い。怖いっすね。うん。そうそう。まあ、ちょっとね、怖い話がついてるんで、別の意味で怖い話が、見つかりました。はい。逆ナンバー女っていうのがあって、まあ、スピードワーゴンの、小沢さんが、体験した怖い話、別の意味で怖い話があって、もう何年も前の話、多分10年ぐらい前の話で、うん。あるクラブで遊んでたんですって。まあ飲みに行ってたんですって。そしたら、ある女の子に逆ナンパみたいな感じで、まあお話っていうか、まあ誘われたんですって。で、いろいろお話をしてて、酒飲んでっていう時にしてて、今からさ、小沢さん家に行っていいって言われたんから、まあその時にね、もう20代ぐらいで、ちょっとそういうエッチいことも考えもありながら、いいよって、別にね、誰もいないから、うちにおいでっていう話をしたんですって。で、その女の子と、まあ、二人でこう、お話しながら帰って、で、家の中に入っても、まあ、お酒を飲みながら、ちょっと身の上話を話して、だんだんといい感じになって、まあ、そういうことをしたと。うん。で、そういう行為が終わった後に、君ってさ、彼氏いるの？って言ったんですって。うん。まあね、そういうエッチいことを知ってて、のもなんだけど、うん。まあ、いると。その彼女は、彼氏はいると。で、小沢さんは、いやいやいや、こういうことをしてなんなんだけど、そういうことをしちゃいけないじゃない。ね。男性のうちに行って、まあ、こういう行為をね、してしまうっていうのはどうなのっていう話をしてたんですって。
そしたらまあその女の子が、いやいいのいいの、その彼氏はまあ浮気してるから、うん、その腹いせなのみたいな、腹いせとは言ってないけど、まあ、浮気してるからちょっとムカムカしてっていうようなことを言われたんだって。で、私の彼氏のその浮気している女の子はこういう人なのっていうふうに、まあ写真を見せられたと。うん、それを見たら自分の彼女、小沢さんの彼女だったんですって、付き合ってる。うわーと思って、俺その女の子を知ってるかもって言ったんですって。そしたらその女の子は、うん、だからここに来たのって言ってたんですって。その自分の彼氏の浮気相手の彼氏が小沢さんっていうことが分かって近づいてきたと。で、そういうことをしてしまったと。で、まあその後に、まあ、その彼女が出て行った後なのか何なのか分かんないんだけど、その友達、その付き合ってる女の子にまあ電話したと。ちょっとね、小沢さんとしては争いたくはないけども、ちょっとそういうことでね、ちょっと争いたいなと思ってたんだけど、うん、一応ね、その付き合ってた彼女に、もうこれ以上来なくていいや、うちにね、付き合いもねちょっとどうかと思うしっていう別れの話をしたんですって。まあね、その自分の中ではなんでよって、うん、言われるのかなと思って、まあそうなったら言い合いをもうしようかなと思ってたんだけど、なんかあっさりと、え、なんでって聞かれたから、いやだって浮気相手いるんでしょ、他にね人がいるんでしょって聞いたら、うん、分かった、じゃあねっつってあっさりと別れてしまったと。うん、まあそれ以上はねもう深入りしなかったらしいんですけど、まあねあね、そういう意味での怖さはありますね。はい、まあそういうふうに、うん、恨みというかそういうことをねされないようにしなきゃなとは思っていますけど、皆さんどうでしょうか。ちょっと怖いお話をしてみました。それでは皆さん、さようなら。